今妊娠7ヶ月です。日本大会でもお腹の子と2人で必ずグランプリを取ってみせます。エントリーナンバー39、中村梨沙さん。エントリーナンバー47、平岡さやかさん。さやかさん。エントリーナンバー49、山口恵里香さん。エントリーナンバー53、正田かな子さん。エントリーナンバー57、石原のぞみさん。トップ5の皆様、おめでとうございます。ぜひ大きな拍手をお願いいたします。エントリーナンバー53、正田かな子さん、おめでとうございます。続きまして、ミセスジュピターの発表です。ミセスジュピターに輝いたのは、エントリーナンバー57、西原のぞみさん、おめでとうございます。続きまして、ミセス・マーキュリーの発表です。ミセス・マーキュリーに輝いたのは、エントリーナンバー49、山口恵里香さん、おめでとうございます。さあ、残すところ上位2名の発表となりました。お二人はどうぞステージ中央へお進みください。果たしてどちらがグランプリに輝くのでしょうか。それではグランプリミセスアースを発表いたします。2020ミセスアースジャパン日本大会サファイア部門グランプリミセスアースに輝いたのは、エントリーナンバー47、平岡さやかさん、おめでとうございます。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。そしてミセスマースに輝いたのは、エントリーナンバー39、中村梨沙さん、おめでとうございます。ありがとうございました。今後ミセスアースにふさわしい女性になり、多くの方々に新たな希望と可能性を届けていきたいと思います。